胴付き仕掛けの仕掛けの作り、餌の付け方です。だいたいつけるのはオキアミとか青磯目、他に魚の切り身とかを、使っていきます。まずはまずは魚釣れるかどうかがわからないんで、まずは虫餌、青磯目ですね。青磯目のこっちのところからこう刺して、こういうふうにこき上げていきます。で、針の地元のところまで上げたら針先をちょっと出します。こういうような形で一滴かけます。で、こっちの方の針は今度はオキアミ、別に何をつけてもいいんですけどオキアミをつけます。こういうふうに尻尾を外して、針先から、こういうふうにして地元を隠れるようにこういうふうにします。